はい、サイ、やっていきましょう。沖縄のステージ、まずはこの花空港からシーサーやいびーん、サーターアンタギーだけ覚えてるけど、早く沖縄と。お、ステーキハウスだ。俺の沖縄情報は、やったーやったー、なんだと、ここは桃源郷か。ちょっとあまりにもトドコちゃんの水着姿にうっといすぎてキャラを出すのを忘れていた。はい、メガビンビン砲。あ、食らわない。え、何このトドコちゃん、やばいぞ。本気で行かないと。で、さっき言いかけたのは、俺の中の沖縄知識はアズマンガと龍が如く3しかありません。このトドコちゃんのさ、あの持ってる赤い魚、キリュウさんがさ、オープニング3のオープニングで釣ったあの魚にちょっと似てない？なんかこんな色してなかったっけ、気のせいかな。よし、考えなしにどんどん突っ込む。トッティも出しとかないとな。スクミーズと普通の水着、まさか小出しでなく水着シーンを一度に出すとはな。やるな。よし、水着のトロコちゃんを襲い、お、また新しいエリザベス、間違えた、ビーナスの誕生。エリザベスって誰だ。なんだここは、すごいな。でもさ、ちょっと恐ろしい気配も感じているんだ。トドコちゃんが水着じゃないですか。で、敵キャラって他にもいるじゃないですか。あ察してきてしまったかな。まあ、このステージは出なさそうだね。怖いな。沖縄って怖いね。そしてこのシーサーがハタボー、かわいいな。で、首里城があり、ステーキハウスと、左下の A&F ってのは何のパロディだい、何屋さんだろう。あとわかんのはブルーシールぐらいだぞ、沖縄だと。さあ、次のステージはポチ、あんこ公園。ごめん、ちょっと元ネタがわかんなかった。あんこつけないぞ、死因の M なんてつけないぞ。さすがにそれを言ってしまうとまずいような気がする。あ、でも沖縄にあるよね、それ M がつく湖。あれ確か沖縄だよね。じゃあ行っていいか。あ、危ない危ない。さすがにこの流れで声に出すと 100% 誤解されるんで、ね、健全な動画であることをやっぱアピールしていかないといけないんでね。そういうちょっとした言葉にも気をつけないと。あまりやりすぎるとね、言葉狩りだって言われちゃうけども、まあ火のないところに煙はなんちゃらで、今日は抑えとこう。まあ次回は言ってるかもしれませんけど、次回はいきなりね、開幕でいきなりおピーとか言ってるかもしれませんけども、でもそっちはちょっとな、言うの恥ずかしいな。さすがにね、おにんにんの方はちょっと何度か声に出して発しておりますけども、さすがにな、そっちの方は、アワビさんの方はさすがになかなか言えないですよ。なんだろう、ちょっと恥ずかしくなっちゃうのかな。照れかな。あ、間違えた、無駄にいいと、さすがにいいと。さあ AP も溜まりつつと、まあ基本的にはこっちが押してるんで、まあ追加で追撃でね、どんどん出していけばいいと。基本はもうこんぐらいまで来たら重始末連打でいいかな。他のやつで固めるのもいいんだけども、重始末をどんどん出して攻撃回数を増やし、ね、重始末だったら早いんで、前線に駆けつけるのも早いんでね、こうやってどんどん押していきましょうと。スピードアタックするときも大体重始末から行くな。ちょっと牽制でね、1末を出したりもするけども、1末で相手の足を遠距離攻撃で足を止めつつ、その隙に重始末を作って出して、詰めて指詰めて、はい。さあ、走行してる間にもう敵の本陣へとたどり着いた。もうあとは放置してても問題ない。おそらく今からね、重始末以外のを出してもたどり着かないし、ほい、沖縄陥落、焼き打ちじゃ。2分くらいでクリアできるのは楽だね。次は33ステージ目、国内通り。なん
かうっすら聞き覚えあるな。何通りだろう。元ネタね。さあここは、おっと長めだ。長めだったら3杯。はい、あっという間のクリアでした。いやあっという間だったな。うん、あっという間だった。沖縄次なるステージ、マキシムド市場。ごめん、元ネタが分かんない。市場っていうとあの公営市場だっけ。あれはなんとなく知ってるけども。さあここは短いんで、あれかな、稼ぎステージというかこなしステージにちょうどいいんじゃないか。まあ普通にプランとしては、あっとやばいやばい、トロコちゃん早いからな。手の速い女よ、足も速けりゃ手も速い。相当相場が決まっている。さあ壁でちょっと押さえつつ、一松を召喚し、後ろから複数のトドコを一度にやってあげたい。複数のトドコとやりたい。あ、違い、間違えた。複数のトドコと、ダメだ、もう修正できない。今日も無修正。短いステージだからノーカットでいけるかな。でもな、他のステージも収録してるから、ここは特に動きがなければカット的なことをしようか。お、でも押している。これはカットせずに済むか。カットするかしないか、するかしないか。ケツを取りたいと思う。じゃあこれで、しまった、アンケート機能はないぞ。これはニコ生じゃない。あ、そうこうしてる間に終わってしまった。たとえニコ生だろうと、こうやってポチポチ押してる最中にやる暇はあるのかと。なるほど、1000コイン超え、なかなかいいっすね。じゃあ次35ステージ目、ちょい長だろうなきっと。アルミカンビレッジ、アメリカンビレッジっていうのがあるのかな、雰囲気的に。じゃあここはもう特に新しいやつが出てこなければカット的なやつかな。新しいの出てきちゃった。パイ棒旗棒ならぬパイ棒が出てきちゃったよ。パイナップルダチョウ、パイナップルダチョウ。パイナップルさ、スーパーでこの形で売ってるとこと売ってないとことあるけど、この形のやつうまいらしいね。やっぱりそのカットされたやつより、まあそれは当然だろうけども。でなんかプラスチック製かなんかで、このパイナップルの簡単にくり抜けるそういう器具というかやつがあるらしいんで、それを使うと簡単に取れるらしいからおすすめ。さあとはいえだ、お、やっぱり南が、南さんが出てきた。南を沖縄に連れてった。まああとはやることは一緒なんで、おっとどんどん死んでるやばいぞこれ。押されないうちにメガニート波もちゃんと使っておかないと。おい、壁をもうちょい出すか。壁マスがどんどんやられている。なかなかに白熱してきたな。あれだね、コイン溜まってきたからしっかり強化もしておかないとね。ちょっとした強化でも多分後々にね、反映されるというか、後々有利になってくるだろうからな。塵も積もればなんとやら、塵も積もればもっこりと。たどり着いちまえばこっちのもんよと。おーと、なんか十四末に思いっきり一末が機関銃を乱射してるような、そんな絵面になってたぞ。36、赤の洞窟。なんだろうこれの元ネタは。よーし、カットするぞ。照り焼き闇、こんがり闇が出てきてた。しっかり夏を満喫しやがって。いいね、でもちょいちょいだけども新キャラも出てきて。全く一緒だとね、ほんと見栄えがなくて変わり映えなくてね、面白くないから。強敵であろうと助かる。あれ、イヤミもう死んでね。やっつけたぜ。今36だからあと4ステージで沖縄も終わりだね。沖縄の次なんだろう、チラ見できない。まだか。住めば宮古島宮古島のことね。ここはまあ中距離って感じかな。ここは何の変哲もないステージだったな。そしてまたしても十四末が撃たれている。やっぱりクリアタイム、難易度よりもクリアタイムの方がね、優先されてコインのもらえるコインの割合が
増える感じだね。銀とか金とか、金になれば結構多めに。あ、しまった、ステージ名見忘れた。うわ長い。だからやっぱ短めのステージで稼ぎの方がいいかな。あ、こういうところでねマップ名とか出てほしいね。長い。しかし視聴者にとっては一瞬で済ませてみせる。ふう、終わった。眠くなったぜ。変わり映えのないステージで4分間もぼーっとポチポチしてるだけだからね。すやー。さて残り2つ。ちなみに今のステージの名前は何だったんだ。えい、アラマ諸島。元ネタはシュレ城、シュリーモン、シュリ城ね。懐かしいな、シュリ城とかお城が可愛くなるゲーム。果たしていつ復活するんでしょうねと。まあいなくなってしまった人たちのことはとりあえず置いといて、今目の前の男や女やニートや童貞に目を向けましょう。ここも短めのステージだからいいね。ただトトコちゃん足が速いからな、すぐに攻め込まれないように気をつけつつ。たださ、メガニート砲派か、威力が弱いからなのかのけぞらないんだよね。多分ある一定のダメージじゃないと、こっちもそうだけどのけぞりがないのかな。トトコちゃん強い、最強キャラか。さすがに機関銃の走者だといくらかダメージ取ってたけど難なくクリアと。ちょっとトッティが絡まずに裏毛でツッコミしてるかのような絵面だったな、さっきの。さて40、沖縄ラスト。岩垣島、石垣島だっけ。だんだんこのうわ何げ名前パロディもネタが尽きてきたんじゃないのかまあ長いんでじっくり AOP を上げつつ。あ、やばいやばい、トトコちゃんすぐ来るから2個ぐらいにとどめとこう。ほい。しかしやることは一緒なので、いつも一緒なので悲しい出てきたボス。はたもか、そういえば10個目のステージはボスって、ああ相場が決まってたな。急げ急げ、急いでいろいろ出さなきゃ。ボスの存在すっかり忘れてぼーっとしてたよ。まずいまずい、ボス派とか出されちゃうぞ。コーヒーのボスを飲まれる前に早いとこ蹴りをつけたい。しかしはたも割とすぐにのけぞってんな。てかさ、このステージだったらさ、まったく運営分かってねえな。何のデカキャラを出すかは分かってるでしょ。いいんですよ、強キャラ強ボスになっても構いませんから。そこはね、トトコちゃんの水着姿のトトコちゃんのビッグを出すべきでしょう。まったく、あ、やべやべ、どんどんやられまくってる。ちょっと立て直そう。壁松、空壁松を、空壁を少し増員しとこう。しかしこの前線に届くまでに時間かかっちゃう。重始末もやっとこう、交互に。右重始末、左重始末、交互に出していく。よし、後ろの人員も駆けつけてきた。トッティも出そう。お、やったー、大きいハタボウ、ハタボウの大きいやつやつけた。これ残るは大きいハタボウは1体。じゃあもうあとは重始末とか手数っていうか足の速いやつをどんどん出して、前線の戦力を強化しよう。一応何かあった時用にまんべんなくは出しているけども。しかし、うわ、また出てきた、多すぎでしょう。ちょっと沖縄陥落間近だからといって本気出してきやがったな。しかしこっちはね、押されてるわけじゃないからな。向こうの戦力が増えてるとはいえ、じりじりと右に寄っている。これは負けていない負けていない。敵の大きさに恐れることなかれ、こちらの方が勝っているぞ。ああ、死んでる死んでる、死に数も勝っているか。いやみやトトコちゃんがちょっと若干うざいか。しかしハタボウ自体はでかいだけで一撃の威力は重いんだろうけども、そこまで怖くないと思いたい。敵のなんかどういう感じのステータスなのかはいまいち分かってないからな。まあ今まで出てきた感じで初見の敵はいないので、ただ単に上限ただ単に強化されたものだと思っておけば大丈夫。
ちょっとここら辺のやつがね届くまでが時間かかっちゃうな。やっぱ重始末ちょろ末をどんどん出して前線の強化を図ろう。ここの前線の壁がね崩されちゃうと元も来ないかな。かなどんどんね攻め込まれたら自利品になっちゃうし、向こうもなんか無限脇っちゃ一応無限脇だろうから、攻められる時に急いで攻めておこう。重始末かチョロ松の強いのもう一人ぐらい欲しいね。足の速い部隊、おっとちょっと止まってしまったか。まずいですね。お大丈夫大丈夫、ハタボーを吹っ飛ばしてる。トドコちゃんもやっつけた。あとはハタボーね一発一発遅いから、その隙にどんどんゴリゴリと削ってあげれば、そのサポートをするかのごとく嫌味とトドコちゃんが俺たちに殴りにかかる。しかし向こうの本陣が見えたぞ。さあ本丸を陥落させよう。間違えて重始末じゃなくてねカラマツ出しちゃった。まあまたやっちゃった。親指の範囲が、俺の左の親指の範囲が広かった。よしよし攻めてきた攻めてきた。 AP もちょいっと上げちゃおう。もうすぐにね出撃上限いっちゃうから、そんなにバンバン出してもしょうがないからね。足の速いやつだったらねどんどん出しちゃいましょう。はい、チョロジューシー、チョロジューシー、ジューシーなチョロ松。こっちの死にゆくスピードも速いからな、どんどん次の出せるね。はい、チョロ松、お倒したぜ。首里城破壊、怒られる、大人たちに怒られるじゃ済まないぞ。5分25秒、長いな。銅メダルクリアしたらアプリが落ちたんですけどそしてここのな起動が相変わらず遅いんだよな。今はまあまあ早かったけども、えちょっと海岸まで行っちゃうのっていうか、エジプトって何ディオ倒しに行くの。これ終わりっていつなんだろう。じゃあ最初の北海道、はいなるほどね。あとはナイルを45あたりがナイルをパロった名前なんじゃないのか。さてさて今回はこれぐらいにしておきましょう。次回あるとしたらエジプト編、こうご期待。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。